どうですかこれ、全国の芋掘り機マニアの方がどんだけいるの。芋掘り機マニアの方いらっしゃいますか。すごいいい動画になると思います。どうも、チェンです。なんかね、本的にはあんま撮りたくないんですけど、なぜ831が動画撮ってますかと、撮りなさいと。ふざけんなよ、めんどくせんだ。コンベアの軸のところにね、大量のマルチが絡まってました。うまく使えねえなって手放したんじゃないかな、とかほとんど使わなかったのかわかんないですけどね。なんか本当はこんな緩くないんですよ、これちょっとやる気ねえからネジを取っちゃったってなんですけど、こちらなんでこれいちいち取んなきゃいけないの、めんどくせえやこれ。こんなん誰もね、見てもね、喜ばないの。もうあれですよね、やつが取れ取れっていうか、ちょっと軽くメンテナンスしてね。軽くって言っても、あのもう 安かろう、何かろうとかってよく言うけれど、どこまで自分でできるか。いいよ、せっかく回したから話すよ。農機具なんてのは、エンジン馬力があればあるほど、不具合が出ても動いちゃうんですよ。なので、不具合に気づきにくい。だければでかいほど、気づかない。農機具屋さんでちゃんと見てもらったもの以外は、すぐ使わないで、やっぱちゃんとね、全部見て、これこのまま使ってたら結局、メーカーさんのこのね、品物の評判だってもちろん悪くなっちゃうし、使い終わった後にはこういうメンテナンスをしてあげたい、あげて、本当に必要かこれ。ゆるき、ゆるきじゃない、7831、本当に必要かこれ。このボルトもね、ちょっと固着してたんで、オイルで。本当に需要あるこれ。針のテンションの、ね、調整ボルトを錆びてたんで交換しました。やばいとこだね。クーラーで抜いて、これ必要かなこれ。あやさ8313、すげえめんどくせえですよこれ。手汚れてね、1回ずつ洗ってこれ取るのがね。こっち側の軸球もベアリング交換しといた方がいいかなと思ってね。草ないよ、絶対こんなの見ないよ。まあれだね、強いて言うなら農機具屋さんが見るかもしれない。さあ、お疲れ様、あやせ8311。言いにくい。あやパチって呼ぶわ。あやパチでいいよ。ポチいいな、あやパチもらおう。あやパチでいいよ、モンパチ的な、ね、パチ迷子になりながら